2006年ネーベルホルン杯月は2006年にドイツで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2006年ネーベルホルン杯月はフィギュアスケート競技会ネーベルホルン杯の2006から2006年シーズン開催でドイツスケート連盟が主催し国際スケート連盟の2006-2007年シーズンイベントカレンダーに掲載された国際大会である。 シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2006年9月28日から10月1日にかけてドイツオーベルストドルフのオーベルストドルフスケートセンターにて行われた。本開催は38回目となる。レーベルホルンハイは国際スケート連盟が新たな競技ルールを試すのに使われることが多い。今大会では審判団を 技の評価点担当と演技の構成点担当に分け、それぞれ採点する方法を施行した。この採点方法は、以降の競技会では用いられなかった。国際スケート連盟加盟の各国統括団体ごとに、男女シングルには1名ずつ、ペア、アイスダンスには、それぞれ2組まで出場できるとされた。ただし主催する、ドイツスケート連盟は、この制約を受けず、また、 前年大会の男女シングルで1位から10位選手が、所属した団体は2名まで参加できるとされた。参加選手上限を男女シングルが、それぞれ20名、ペアは16組、アイスダンス15組に予定するとされていたが、実際は男女シングルで若干多めに参加を受け付けられた。次のルールで団体戦が企画され、最も成績の良かったチームには、 フィッツガイザー記念トロフィーが贈られた。ありがとうございます。